はい、皆さんこんにちは、レイです。ただいま羽田空港におります。アッキーの送り迎えをして今帰るとこで、無事ミッションコンプリートいたしました。今日はいい天気でございます。ドライブ日和な日ではございます。まだね、朝早いから空港空いてていいですね。いまだによくわかんないんだけど、今日第1ターミナルに来てて JAL で飛んでて、で P1 と P2 駐車場ね、第1ターミナルに P1、P2、第2ターミナルに P3、P4 って駐車場合計4つあるんだけど、でちょっと待って、これはこっちでいいのか、こっちでいいのか、こっちでいい、こっちでいい、こっちでいいんです。 P1 と P2 と P3 と P4、多分ね、原則としてのルールは一緒なんだけど、料金形態はね微妙にバラバラなんだよね。でそれで今 P1 に車を置いたんだけど、置いたとしても空港着いて止めて、で荷物あったから一緒に搭乗口まで行って、でそれだから30分も止めてないかな、30分止めたのかな。したらさ、駐車料金がさ、精算する時にさ0円っていつも出るのね、無料。あ、ラッキーって思うんだけど、最初の30分無料なのかな。だからなんか到着会とか出発会のとこに車なんか路駐して降ろすのって原則本当あれダメで、まあでもやるじゃん、原則じゃない、現実だけど P1 とか P2 とか入れても無料でいいんだよね。だから全然入れちゃうよね、そしたらその方が安心だし。そこで洗車サービスまであったらね、洗車を任せちゃうんだけどね。なんかここのとこ雨で車が汚れてて、洗っても洗ってもまた微妙な雨と、あと花粉とか砂ぼこりとかでさ、すぐ汚れちゃうね。複雑ですね。湾岸線入りました。好きな高速道路ランキングつけるとなるとですね、なんでしょうね。あ、今日は車内トークをお届けするコーナー、福知家の車窓からへようこそお越しくださいました。今日はですね、絵代わりします。家帰って今羽田空港で自分用のお土産を買ったので、お菓子買ったんですよ。そのお菓子が美味しいので、それをちょっとですねご紹介させてください。だからこの動画の最後では自宅に戻ってお届けしようかなと思います。好きな高速道路ランキング、どこ区間とか区切っていくとちょっとだいぶ細かくなっちゃうんで、もうちょっとふわっとお話しすると、昔々スカイライン GTR という車で首都高で遊んでた頃があったんですけど、バイクにはまる前ね、最初車遊びしてたんですけど、でその時に首都高の C1 とかも楽しいんだけど、湾岸線が好きだったんですよね。でストレートってさ、運転下手でも楽しめるしさ、コーナーって運転うまくないと楽しみにくいところがあるから、当時運転と下手くそで全然上手じゃなくて、でそれで湾岸線走るのが好きだから、首都高湾岸線が一番好きかな。でその流れで行くと、湾岸線に戻るためにレインボーブリッジを経由するとか、ぐるっと回るとかっていうルートが付随して好きってとこかな。全然エリアが違うとこだと、鈴鹿サーキット行く時に伊勢湾岸道を通るのが大好きで、伊勢湾岸道はバイクでも車でも何度も使ってるとこなんだけど、気持ちいいんだよね。延々まっすぐで、あそこ確か音を抑えたり風から守るためにそこそこ高い壁がこうやって立っててさ、だから今みたいにこんなにスコーンと抜けたりっていう区間は確かそんなに多くないんじゃなかったっけ。確かそんな気がしてます。あとそうだな、好きな高速道路、沖縄の空港から美ら海水族館に向かっていく、北にどんどん伸びていく高速、もう周り建物も全然なくてさ、でも沖縄って雰囲気もあるしさ、走ってて楽しいですね。好きですね。爽快な気分になりますね。で今日はですね、何の話をしようと決めてるわけでもないんですけども、僕はどうやって育ったかっていうと、3歳東京で生まれて0歳で、3歳の時にイギリスのロンドンに行って、9歳ぐらいまでロンドンにいて、その後13歳ぐらいまでベルギーのブラッセルっていうところにいたんですよ。だからそれで子供の頃に英語を覚えたっていうのがあって、フランス語は全然ダメですね。子供の頃はちょっと喋れたんだけど、使わなかったら綺麗にスコンと抜け落ちましたね。人間って忘れるっていうね、素晴らしい性能を持ってるんですよね。辛いこと悲しいことを忘れるんですけど、嬉しいことも同時に忘れていくっていう、ちょっと残念な性能があってですね、フランス語はもうダメになっちゃいましたね。でその時から親父の車に乗せてもらって、その例えばイギリスの中ドライブでなんか旅したりとか、ヨーロッパ車で巡ったりとかしてたのが好きで、だから多分ね、乗り物好きはそこから来てて、あと高速道路好きもそこから来てるんですよね。なんかつなぎ目をさ、定期的にダンダンって乗り越えていくリズムが気持ちいいというか、あと昼間は昼間でさ、こういうか街灯とかさが一定距離で綺麗に規則的に並んでるっていうのが見てて落ち着くよね。で周り走ってる車を見るとさ、なんかその国柄とかさ、県民性とかいろいろ出てくるしね。ナンバープレートの表示が EU になる前で EC だったりして、あとその自分の国のね、国旗のステッカー貼ってる車が多くて、GB って書いてあるとグレートブリテンで、あ、イギリスの人なんだとかさ、なんか GER でジャーマニーとかいろいろありましたけど、そういうのを見てるのが楽しかったですね。でそれプラス年に1回は日本に帰ってきて、おじいちゃんおばあちゃんにね、顔見せにね。だから年1回は日本行きの飛行機乗って、それ以外春休み夏休み冬休みとかっていうと、どっかヨーロッパ旅行で親父が連れてってくれて、そのために飛行機に乗るのが楽しくて、飛行機のエンジンの加速って爆発トルクカーブじゃないですか。なんかモリモリトルク、なんか回転数のパワーというよりかはトルク感みたいな、スーパーチャージドみたいな感じがさ、すげえ気持ちよくて、0キロから発進していって300キロぐらいに到達する手前で、うーんっていきなりこうパワーが乗るとこがあってさ、でそこからこうググググググって離陸していくところ、その過程が気持ちよくて、だからそれで僕はなんか高回転パワー型エンジンよりも低回転からトルクがモリモリ出てる方が好きみたいで、だから多分ね、フラットプレーンの4気筒がねちょっと怖いんだよね。なんかなんかブシュンってなんかチュンって回っちゃいそうな感じが怖くて、でチュンって回っちゃうじゃん実際。だけど L ツインとか V4 とかクロスプレーンとかだと、もっとその過程がこうグオーって上がっていく過程が気持ちよくて。でその中でこうスロットルの微調整ができるっていうのがさ、こうなんか当てた後のこの探るところとかが楽しくて気持ちよくて、でまあどうせトラコンとかスラコンとかあるから、自分が開けられる以上にこうグッて開いてくんだけど、でもそこでもやっぱ探ってる何かがあって、特にまあ当て始めの一発目だったりっていうところが、多分子どもの頃のその高速道路の雰囲気と、あとその飛行機のエンジンっていうのが僕の乗り物好きを決めたような気がしますね。だからいまだに車も好きな車乗れたらいいなとは思うんだよね。バイクか車か選ぶんであれば、そうだな、正直難しいね。今はバイクでしたいことがあるからバイクなんだけど、バイクでしたいことがなくなった時には変わるんだろうね。だからバイクでサーキットは行きたいと思うけど、車でサーキットに行きたいと今そんなに思わないのは、多分車でサーキットをカチッと走ったことがないからだと思うんだよね。走ってみるとね、また価値観変わると思うんだけど、ただバイクあっての車で車あってのバイクで、お互いがないものをお互いが持ってるから、こうして交互に乗ると、ああやっぱこっちいいな、やっぱこっちいいな、やっぱこっちいいなって、やっぱ人間こう振っていかないとさ、ずっとそこにいるとそこの良さって分かんなくなっちゃったりするから、そういう意味で両方生活には僕は欲しいアイテムですね。だからね、本当は自分の子供も一度は違う国で生活させてあげたい、いろんなものを見せてあげたいとは思うんですけど、まあお父さんそういう仕事してないんで、海外転勤とかない仕事してるんで難しいですね。できたらいいな、そんなこと。ただ言うてもなんか撮影は日本国内ばっかりだから、日本離れるのは難しいけど、なんか遠隔でできる仕事、原稿を書くとかさ、なんか動画の仕事にしてもこっちで動画作って納品できちゃうような今のパターンだったらどこに住んでもいいんだよね。そういう意味で今どこに住むかって街を選ぶ時はいつも羽田空港、成田空港、東京駅に行きやすい街であればどこでもいいんですよ。通いの仕事をしないからね。だからどこにでも住めるっていうのはあるんですけど、だから飛行機がね安かったらねもっととんでもないところに住んじゃうのも全然ありなんだけどね。今 LCCs でローコストキャリア片道数千で飛べちゃう飛行機便利だよね。ちょっとした打ち合わせそれで自分の経費で全然いけちゃうもんね。だけど乗るとね飛行機がねちっこくて機材ボロいから快適性は恐ろしく欠けるんだけど、まあまあ例えば東京大阪間の1時間とかだったら全然なんか飛んで上がって15分ぐらいしたらもう下降りちゃうみたいな感じだから、お9号深川線が通行止め。そうですかそうですか。あらららららら、事故通行止めでかいやつですね。きっと大丈夫かね、心配ですね。まあ違うルート工夫しましょう。そしたらあらあらあら、まあそんなわけで何の内容もない車内トーク、もうだからバイクでもないね、福知県の車窓からなんでしょうね。あ、昨日はねツインリンク茂木行って全日本ロードレース選手権 JSB1000 クラス見てきたんですよ。面白かったよ、面白かった、面白かった、3回言っちゃった。それの感想っていう動画作ってますんで、はいはい、よかったらご覧になってください。レース見たことない人はね是非1回は見てほしい。1回見れば好きか嫌いかはっきりするしね、興味出るか出ないか。そういう意味で何でも挑戦してみるっていうのはすごい楽しいことだと思うんですよね。僕はオフロード超食わず嫌いで、汚れるし滑るし泥だしみたいな感じで「いい」っつってたら行ったら一発で楽しくて「あ、そういうことか」みたいな。だから自分で自分の可能性を好き嫌いっていうつまんないもんで潰してた、もったいないと思って。だからもっと若いうちからバイク乗っとけばよかったな、でいろんなことしておけばよかったな。なんかオフロード、オンロード、旅、街乗り、キャンプとかいろいろあるけど、いろんなことは体験させてもらったかな。まあ、その中で今自分が好きなものは優先順位をつけるってことになってるんだけど、全部同時進行は無理だからね。一個一個順番じゃないとできないから、これしたら次これ、これしたら次これっていう、そういう順番で考えてるんだけどさ。おー眩しい、超いい天気、眩しすぎる。こんなにいい天気でしたっけ、今日の予報。暑くなってきたね。朝一寒かったんですよ。今の時期はまだまだ春服のチョイスが難しいですね。あ、串谷の春服1個買いました、1個ゲットしました。まだ満足してないです。1着じゃ足りない。しかもちょっと変化球的なやつ買ったから、もうちょっとオーソドックスなベーシックなやつも必要ってとこですね。それもですね届いてはいるので、また違う動画でですねお届けしようかなと思います。じゃあちょっと一旦家帰って羽田空港で買った僕の好きなお土産のお菓子を紹介しようかなと思いますんで、また後ほどお会いしましょう。それでは運転して帰ります。はい、帰ってまいりました。ただいま戻りました。お帰りなさいませ。ただいま戻りました。羽田空港で買ったお菓子なんですけど、こんなものを買ってました。ニューヨークサンドっていうのかな、ニューヨークトラディショナルスタイル、本当にニューヨークのものなのかどうかは怪しいとこなんですけど、これですね、こんなものなんですね。クッキーにキャラメルが挟んであって、そのまた隙間にチョコレートがこういう風にコーティングされてるようなもので、これね美味しいんですよ。これ街中でも普通に買えるものだとは思うんだけども全然買えますね。作ってるのはこれ、株式会社東京たまご本舗、中央区銀座の会社ですね。銀座に行く機会よりも空港に行く機会の方が多いので、いつも羽田空港で買うんですけど、これ美味しいんですよ。でこれがね12個入り16個入りの大きいやつなんですけど、これ16個入りで自分用に最初これあきちゃん自分の土産で買ってんのかなと思って、あ、じゃあ俺自分にも買ってこうと思って、ちっちゃいパッケージありました。かわいいでしょこれ。これが4個入りなんですね。このお菓子は知る人ぞ知るニューヨークの菓子店で作られていたハバナサンドを元に開発したものです。砂糖、コーヒー、そしてラム酒で有名なキューバに発祥の原点があるようです。ブラウンシュガーをとろとろのブラウンシュガーをトロトロのキャラメルに炊き上げ、サクサクのクッキーで挟み、さらにチョコレートでコーティングするのがオリジナル。世界中のグルメが集う1960年代のニューヨークで、このお菓子が華麗な花を咲かせていました。日本に渡ってきたのもこの頃。当時銀座を闊歩した社交族がアメリカ出張の土産として日本に持ち込んだと言われています。最新の情報や流行に敏感な銀座の女性たちは、社交族がアメリカに出張すると聞きつけるとこぞってハバナサンドをリクエストしたそうです。そうなんですか。昔ながらの本のようなこう丸みを帯びたレザーのさ、革張りの本みたいな感じで可愛いですね。これ開けちゃおう。もう食べたい。これね、美味しいんですよ。これ気に入っちゃって、あ、紙できてるテープじゃないの。マジか。カッターさんいました。いきます。ほい、いきます。開かない。箱がしっかりしてる。あ、こう開いたとこからこう開いて、こういう感じ。もうなんかバラバラになっちゃった。こんな感じです。4つ入ってます。ちょっと1個開けよう。パッケージこんな感じですね。ちょっとこうお高そうな感じしてますけどもですね、これを開けて、はい。どうですかこれ。美味しそうでしょ。これ美味しいんですよ。これおすすめですよ。これいただきます。キャラメルがね、とろとろ、本当にビヨーンって伸びた今。まあちょっと手につきやすいんで、食べると気をつけてください。あ、美味しい。見えたキャラメル。分量と中身の量としては、キャラメルの量がそんなに多いわけじゃなくて、クッキーとチョコレートが結構な厚みがしっかりあるんですよ。キャラメルがあんま多すぎると歯にくっついちゃうし甘ったるいんだけど、これキャラメルがうっすら入ってると、なんかそのいい塩梅ですの、入れすぎてませんからみたいな具合が美味しい。こんなになるんですよ。おいしいです。ごちそうさまでした。美味しかったです。これ編集の音もずっとカリカリして、たまにつまむように食べるの美味しかったです。あ、やっぱ美味しいね。これ美味しい。これ多分日本のメーカーが作って日本のお菓子なんだと思うんだけど、海外のお菓子のチョコレートって独特なコクとか深みがあって、それはそれですごく美味しいんだけど、コンビニで売ってる普通にロッテとかブルボンとかの普通のチョコレート、なんか明治チョコレートとかもさ、超うまいじゃん。だから日本のチョコレートの方が味繊細なんじゃねえかなって思うところはあるんだけど、愛の子みたいな、ミックスみたいな感じですごい美味しいです。羽田空港行く機会があったらですね、ぜひこのニューヨークキャラメルサンド食べてみてはいかがでございますでしょうか。というわけで、さっき車の中でちょっとお話ししたんですけど、春物の洋服1個買ったので、それが届いていますので、届いてますんで、それをですね、今から開封動画作ろうかなと思いますんで、またお会いしましょう。レイでございました。引き続きレイブログぜひご覧になってください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということで以上、レイがお送りしました。